パリからバルセロナまでは飛行機でおよそ1時間半で着きます。ずっと天気の悪かったパリから太陽が照らすバルセロナに到着です。空港からエスパーニャ広場までバスで移動して地下鉄に乗り込みます。この回数券はバスや列車にも使え、バルセロナ市内はこれで移動できます。この切符は複数の人と使い回しもできるので便利です。地下鉄は綺麗でエアコンもついており、表示時間通りに来るのでパリに比べるとかなり快適な印象を持ちました。各駅の出口にはエレベーターが常備しているので、ベビーカー持ちにはありがたいです。入り口も自動で通りやすかったです。大晦日にバルセロナに着いた時はお店はまだ開いておりましたが、1月の7日から再びロックダウンになり、商業施設やレストラン、バーなども閉まってしまいました。ドーナツや菓子パンなども中にクリームが入っているものが多く、甘さの塊ですがめちゃくちゃ美味しいです。こちらはロスコデレイエスというお菓子で、1月の6日に食べる伝統菓子です。フランスでいうところのガレットデロワみたいなので、中に豆の形の当たりが入っていて、当たった人が王冠をかぶります。スペインでは甘いものを食べる際に欠かせないコーヒーですが、こちらの2種類が定番で、いずれもミルクたっぷりで砂糖をたくさん入れてみんな飲んでます。スペインのコロナウイルス感染者の数は大体フランスと同じぐらいの数が報じられておりますが、年末だったのもあり、たくさん人が出ておりました。入店する際などに設けられている人数制限は、スペインの方がフランスよりも制限が厳しかったような印象を持ちました。このようにチュロス屋さんはあちこちにありますが、菓子パンにも滞在中ハマってしまい、いろいろと試しましたが、一番気に入ったのがこちらのシュッショと呼ばれるこの菓子パンで、揚げパンの中にカスタードクリームが入っているというもので、美味しくて毎日食べました。大晦日の夜は親戚の用意してくれたたくさんのつまみとともにパエリアを食べ、デザートにティラミスとスペイン伝統菓子のトゥロンを食べ、楽しい時間を過ごしました。スペインでは年末のカウントダウンにブドウを食べる習慣があります。カウントをしながらブドウを食べ、新年を迎えたらフェリスアニョと言って新年を祝います。この指輪を入れたシャンパンを飲むことで幸運を招くと言われています。朝の散歩をした後、バルセロナのお気に入りの場所に行きたかったので、そちらに向かいました。その場所がこちらのサグラダ・ファミリアです。建築家アントニオ・ガウディの未完作品で、観光客のみならず地元の人をも魅了する人気のモニュメントで、
ユネスコの世界遺産に登録されております。1882年に建設が始まり、完成までおよそ150年をかけて完成予定のこちらのサグラダ・ファミリア、2026年に完成させる予定だったそうですが、コロナの影響で工事は延期されています。ラムラス通りを下った場所にあるこのコロンブスの塔は謎だらけのようで、いろいろと逸話が残っているそうです。イタリア人のはずのコロンブスが実はカタルーニャ人だったとする説や、指を指している方向はアメリカ大陸かと思いきや出身地と言われているマヨルカ島を指していたりと、いろいろと憶測が飛んでいるそうです。この辺りはバルセロネータと呼ばれる地区で海があり、夏は海水浴をする人で賑わっております。レストランやバーもたくさんあり、タパスやパエリアの専門店をはじめ海の幸をふんだんに味わえます。バルセロナは海あり山ありの都市で、食べ物も美味しいので僕の好きな街の一つです。奥に見えるホテルヴェラは観光名所みたいになっており、見た目にもインパクトがあります。昔はこの辺りはずっと砂浜だったみたいで、埋め立て地にこのホテルを建てたとのことです。1992年バルセロナオリンピックが開催された際に、このバルセロネータにはオリンピックの記念モニュメントの巨大な魚のオブジェが作られました。魚のオブジェの向かいにはオリンピック号があり、ヨットがずらりと並んでいます。今回はパリの動画ではありませんでしたが、バルセロナはいかがだったでしょうか。もしこの動画でバルセロナに興味を持っていただけたら嬉しいです。パリからもアクセスしやすいので、時間に余裕のある方はぜひ足を伸ばしてみてください。バルセロナにいらした際には他にもたくさんある見どころや良さを見つけてください。